マイルズマスターマイルズマスターは第二次世界大戦中にイギリス空軍で使用されたマイルズ車製の練習機である。エンジンの違いでマーク I、マーク II、マーク III の3形式がある。ケストレルと名付けられた原型機の初飛行は1937年6月3日。木製の低翼単葉機で引っ込め足を装備した近代的な機体であり、最大速度は ホーカーハリケーンより、わずかに遅いのみで操縦性も引けを取らないものだった。ため、すぐに、軍から発注がかかり、マスターと名付けられた、量産機は1939年から配備された。最初の量産型となったマーク・アイは、エンジン出力が厳格されたことで最高速度こそ、低下していたが、それでも、当時最高の練習機であることに変わりはなかった。マーク・アイでは、 ロールスロイス製のケストレル液霊エンジンを搭載していたが、このエンジンは入手が困難になってきていたため、ブリストル製、マーキュリー空冷エンジンを搭載したマーク2、プラットホイット2製、ツミマスプジュニア空冷エンジンを搭載したマーク3も生産された。生産数としては、マーク2以降の空冷エンジン搭載型の方が多い。また、バトルオブブリテンに備えて、 マーク、I に 7.7mm 基銃6丁を装備した簡易戦闘機型マスターファイターも少数、製造されたが、実戦では使われなかった。1942年に生産を終了したが、それまでに各型合計3250機生産され、ノースアメリカンハーバード練習機に交代されるまで使用された。エジプト、ポルトガル、アイルランド、トルコ。 南アフリカにもマーク2を中心に輸出されている。ありがとうございます。